あれは通る。これもね、こっちが行ってね。うん。こう、ある高さから。うん。こうやって押してると、中に落ちる。おう。おう。それで、クズはどこな、中にくすがってる？くすがってる。うん。うん。ほんで、うん。ここにさ、ゴムをつけて、うん、こう上がってコン、コンと戻る。うん。と、ここは湿っとるときに、うん、ここに裏についてきちゃうの、うん、朝早くやると、うん、それがここでパタンパタンってなって落ちるように、もうこういうのがさ、うん、去年のこういうクズがこういうところに重なると、うん、切りが悪くなって、どんどんああやって残る、それと中に、うん、昔の茎の残さとかそういうのがあったりすると、うん、毎年毎年ね、このコツを取得するにはね、3列ぐらいやらんとダメ、こういうのがあるからさ、こういうのがここに挟まるとスカッとうまくクリアになる。中にはモグラが穴開けてるからさ、うん、ズコッと陥没するんだよ。もうそういうとこはダメだな。こう調子悪いと。これカエルウチだからやっぱり石灰マルチは、うん、の方が石灰マルチの方がさ、うん、スカスカっと、うん、鳥の性質が石灰マルチはないから。スカスカと、わりかしスカスカッと、こっちはまだポリの性質がまだずっと残ってる。切れる前はどうですか。で、こうやっていただきますでしょ。すると、ね、で、マイナスに入れるか。で、チャコ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 。こういう感じで出ます。もう一回落としてよ。ちょっと手、手、手。うん。いい。何回か、何回かやって。はい、はい。どこまでやってこますか。感じさせる。これも落とす高さがね、風がないというか、風があるというか、風で流れるから。ねえ。時たま出てこんときがあったの知らずにやってるときがあるんだよ。うん。時たまね、こういうとこやってパラパラっと落とさせて、入れてないとね。はい、これ。よし。で、これ、点々点。吉村さんはやらない。吉村さんはこうやってやって、それも、それだけ。で、こういうゴイ生えてくるという。はい、以上。これを永遠とやるわけです。はい、ゆでていきました。はい、はい、今日もあらずと百姓天国。天国、天国。